載された現地の企業という地域の現地に内外に伝えられたという竹之内流砦で腰の周り竹之内流の流祖は竹之内中司太夫源久盛である十四位大見の神幸春の子として生まれ作州一ノ瀬城一万三千余国を領する城主であった。流儀の創始は天文元年6月24日である。久盛の創始した流儀は三代にわたって体系化された。元和6年後水の天皇に流儀の展覧を賜り関白近衛公から宮中林に命じられ日の下砦解散の御臨死と冠の紫紐を排除した。竹之内流の砦縄術で紫縄を使用するのはここから始まる。竹之内流は総合武術であり砦腰の周りや果て砦縄術をはじめ裁定抜刀祝い棒状術薙刀術作割烹など500数箇条から構成されている。なお八代目藤一郎久義の遺志によりその嫡男久種が分家して藤十郎家を設け流儀の血脈が絶えるのを防ぐ処置が講じられた。現在も藤一郎家と藤十郎家には総流当時の技と心が継承されておりその道場一帯は竹之内流発祥の地として岡山県指定史跡になっている。第一会場ただいま演舞されているものは天心信用流柔術天心信用流柔術のご演舞でございます。天心信用流柔術磯又右衛門流流関西源正成は養心流真の神道流の奥義を極め諸国を遍歴し各藩の主家と試合をしたが不敗であった。多年経験研究を重ね京都北野天満宮に参籠し陽流の風になびく様を見て退護し天心と以前修行した二流より真と陽の一字ずつを取り合わせ天心信用流と名付け創始した。幕末において非常に盛大であって門人五千余を数え柔術170数流派の中において最も秀でた流儀と称され諸藩の武士が競って修行した。明治時代に入り弘道館柔道の創始者加納治五郎師範は明治10年師範家福田弥之助の門に入り修行し明治12年師の死去に遭い三世磯正友について修行を続け明治15年弘道館を創立いたしました。6番手最後の受けを半熟と申します。
管軸を務めますのは秋山和義です。馬は周辺でございます。
扇が帰ります。二の組2番手吉田朝子氏、馬は現段2人でございます。